たのに、自衛隊がですね、この中軍を検証することで、こうやってトップのですね、旅団長が来られることに考えましたが、大変いかがでしょうか。まあ、個人的な見解につきましては、期待させていただきます。すみません、あとで参加させてください。沖縄戦で亡くなられた方々、すべてに、すべての方々のご冥福をお祈りに、今回は人数が少ないですけど、これはどういうことでしょうか。危ないので。いや、特に指摘参拝ですので、特にそれは各自の考えかとは思います。ただ今緊急事態宣言下だと思いますので、それぞれがいろいろと考慮しながら行動していると思います。去年30人ぐらいいましたね。今回だいぶ3名ぐらいということで政府つけた方は減ってるんですけど、それは旅団長の指示ではないんでしょうか。ちょっとわかりません。わからない、はい、ご自身が指示したかどうか。指示はしてません。指示はしていない。はい、人数はわかりません。去年すいません。この批判がですね、起こる中、その止められないことがですね、一番私問題ではないかと思うんですが、つまりやめられない、その集団参拝をですね、こうやって繰り返すということについて、集団参拝に個人的に参拝しておりますので、まあ、異例の日に戦争で亡くなられた方々のご冥福になると。いう思いでしているところであります。旅団長がお付きのものを連れてきたら、それは私的な参拝ということにはなりません。密になるので大きく参拝です。いえ、お供の方を連れて花を持たせてこうやって来るというのは私的参拝にはならないと思います。花を持たせて、まあ、たまたま持たせましたけど、私も持ってますし、いっぱいなので分けて持ってもらっただけです。お花はポケットマネーでよろしいですか。危ないですよ。すいません、ちょっとコーンありますので取ってください。コーンごめんなさい。